もこんにちは、こんばんは、ひなたです。ただひろです。今日はですね、はい、こんな暗い場所からお送りしてるんですけれども、はい、私2018年新しくやりたいことができて。なるほど。知ってる人は知ってると思うんだけど、私バンドリーがすごい好きで、その中の声優さんハッシーが大好きで、その人に憧れてドラムを始めようと思います。いや、それは一歩としてスタジオに来ました。本当に初心者なんで、一番最初からやる感じで、ちょっとね、YouTube でね、初心者講座みたいなやつをちょっと見てきたんだけど、できるかどうか定かではないですが、チャレンジしていきたいと思います。とりあえず椅子とか合わせればいいじゃん。わぁ、すごい、ゆうがここに座るとは思わなかった。椅子と、スネアと、ハイハットの高さを。どこでこの頃身長伸ばすんだっけ？下のネジで。やってる人のは見たことあるんだけど、自分がここに座るのは初めてです。すごい、全然わかんない。いや、ほんとここ鼻がムズムズする。うわー、幼稚園生の鼓笛隊みたいな。うわー、すごい。これ踏みっぱなし？こっち。そうだよ、踏みっぱなしで。ハイハット、ゆっくりだよ、すごいゆっくりだよ、私やるの。じゃあ一回お手本見せて。できればいいと思いますよ、まずは。ですね、目標としてはまず簡単そうな。簡単なの？簡単だよ。簡単なんですって。ギターは喋るんですか？ギターさんは簡単と言われる低音のふわふわタイムを目指してやりたいんですけども、何もできないんで。ちょ、まずはね、8ビートができないとちょっとお話にならないから、基本をまずそこで学ぶって感じ。でもさ、あれだよ、家でね、ちょっとね、やったんだよ。だからできるはずなんだよ、イメトレはできてるから。せーの。できてたら早くなってもできるはずだから。ん、そんなことないよ。数えなくて感覚で掴むことが大事だから。そんなことないよ。あ、できなくなった。あ、無理、足がついてこない。あ、わ、ダメ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 。間違いなところで止めておうとか言うの。テンテンテンってください。4小節145 4小節146 4小節145。じゃあ頑張ります。わあ、完璧。めっちゃずれてた。先生、テストお願いします。できなかったら罰金30万円だからな。30万円も持ってないです。いきます。間違った時点で止めるからな。ゆっくりゆっくり。せーの。30万円です。いきます。アウト。ちょっと練習できたので先生テストお願いします。はい、どうぞ。左手が。せーの。もっと蹴ってみろよ、もっと。